ははいいこんにちでです短い距離で自転車通勤まああるいはねちょっと駅まで自転車で乗っていきたいそれか自転車通勤してるんだけど自転車通勤してるように見られたくないいやいやもう単純に着心地のいいウールっぽいパンツ欲しいんだよねいろんな要望あると思うんですよそれらの方の全ての要望を叶えるのがこちらファビオです新作が登場しましたそれでは行きましょうリンリン こちらのね、ファビオですね。基本的には、まあビジネスカジュアルで使えるアイテムなんですが、それをね、自転車でも使えるように作ったものですね。僕の勝手なわがまま要望なんですが、僕自身は綺麗めな格好結構好きなんですけども、そうは言っても駅までは必ず自転車で行ったりするんですね。 あとは、なんとなくこう、自転車親和性が高いからわかんないですけども、ちょいちょいやっぱりレンタルチャリティ自分は使っちゃう方なんですね。タクシーののがあんま好きじゃないからっていうのもあるんですけども。ですから、なんかこう、出先で綺麗めな格好をしてても、自転車に乗ったりとか、階段登るときについついヘルクライムトレーニングとか思いながらこう、二段飛ばしで一生懸命登っちゃったりとか <laughs>、すぐやっちゃうので、なんかね、やっぱり綺麗めな格好でも、アクティブなことができるパンツっていうのがやっぱり欲しいなって思ってたんですよね。 また逆にですね、近場のカフェに行ってちょっと仕事とか勉強とかしようだったりとか、サンプルちょっとこういうのを行こうかなって言った時でも、他の格好はすごいルーズなんだけど、パンツだけちょっとしっかりしてると、それなりに見えるじゃないですか。で商売からそういったところで誰と会うかもわからないので、なんか全身寝巻きみたいな格好でいるわけにもいかないって時に、綺麗めに見えるけど、そこそこアクティブに使えるパンツっていうのが重宝するんですね。そういった意味でも、非常にこう便利で、旅行行く時とかもね、結構僕これ履いていくことが多いんですが、いろんなね、アクティブなことを しなななきゃいいいいけけど綺麗めにに見せたいみたみ時に重宝するパンツですでこれ実はねストレッチ素材が6%ぐらい入っていてでその素材のねコンポジだけ見るとめちゃくちゃ伸びるのと思うかもしれませんけども正直言うとそこまで伸びません <laughs> 内側出してるナポリとかってご存知の方いると思うんですけどもすっごい伸びるドレスライクなパンツがあるんですけどもあっちよりはやっぱりこっちの方が完全に見た目がウールっぽい感じの素材なんですねなのでウール感すっごい強い強んだけど でも結構伸びるよねっていうふうに思われるというような設計になっているので、そもそもがやっぱりストレッチをめちゃくちゃつけようってことではないので、そこら辺はね、ご理解いただきたいんですが、ただ、こんだけウールっぽい感じの見た目にしては、結構なんか楽だねっていうのは体感していただけると思います。 で、あとは、この生地を選んだ理由としては、そもそもがウールライク、ウール見えする生地で、ストレッチが効いたものがいいっていうこともそうなんですが、あともう一つ、やっぱり、自転車に乗った汗かくじゃないですか。か洗濯ができることということで、これ洗濯も一応 OK なんですね。うっかりこう、ガンガン漕いでら、結構汗かいちゃったなーって時でも、気兼ねなく洗えるというのもメリットの一つじゃないかなと思います。じゃあ、これのね、コーディネートをお見せしていきます。 はい。まずね、一番普通な感じ、ビジカジな感じでっていうことで、ジョンスメドレーのニットと合わせた感じで、こんな感じですね。まあ、足元もレザーのスリッパン合わせてあげて、こういう感じで合わせてあげると、全然普通の自転車関係ないような感じになりますよね。基本的にはもうこういう感じで使って、比較的こう楽だね、このパンツってぐらいな感じで、ドローコードでも履けますんで、まあ、楽だねって感じで使っていただくのが一番いいかなと思います。で、例えばこれね、ウィンブレですね。これもスタジオで僕がしてる格好とほとんど一緒なんですけども、ウィンブレを着るとこんな感じです。 これも東京ウィルズオリジナルウィンブレなんですが、これも基本的には僕がそのドレスの格好にも合うようにっていうことで、かなり細めにしてあげて、ジッパーとかも高級見えするようなものを使ってるやつなんで、こういうドレスっぽいパンツと合わせてあげても、比較的洗練されたスタイリッシュな感じに決まるかなという感じで、これでビズカジ、ちょっとした、なんだろう、あの、夕食とか、お仕事のカジュアルでもいいよねっていう感じだったら、全然問題なくいけるかなっていう感じのスタイルです。 で、まあ、これをね、ちょっと軽いライドですね。50キロ、100キロ走るっていうのは、多分このパンツだとかなりストレスあると思うんで、ね、やめた方がいいと思うんですけども、軽く5キロ圏内ぐらいで、こう、ブロンプトンとか、ドピストとかで軽く移動みたいな感じであれば、全く問題なく履けるかなっていうことで、こんな感じですかね。まあ、足元はもうスニーカーに変えてしまってですね。で、上にフリースのね、ミッドレイヤーというか、アウターをね、着てます。 で、中にはね、バックポケット付きロング T シャツを着てあげてる感じですかね。この学校であれば5キロぐらい、多少汗かいてもね、しっかり漕いでもまあまあいけるかなっていう感じですかね。パンツの偉いところは、本当のウールのドレスラだったら5キロはそもそも走れないっていうのはもちろんなんですけども、スニーカー合わせってなかなかちょっと難しくなるんですけども、 このパンツ、シルエットがね、テーパードき綺麗にしてるのと、あと前にフリーツっぽいものが入ってるんですね。で、これによってスニーカー合わせてあげても、そんな変な感じの合わせにならないように設計されてるので、本当に気兼ねなくスニーカーだろうが、レーザーだろうが、で、あらゆる靴ア合わせてもらって大丈夫かなというふうになってます。 という感じで、こうね、幅広く使っていただければいいんですが、じゃあこれタイドアップできるのというところで、今期のね、このライトグレーのファビオではコーディネート組んでないんですけども、違う生地のファビオがありまして、これ実は裏機能の冬のファビオなんですね。冬用のファビオ。で、これがね、全く同じシレットなので参考までにこちらを見てください。こんな感じでタイドアップでも全然問題ありません。ファビオ自体ね、シレットがめちゃくちゃ綺麗なテーパードシレットなので、タイドアップからカジュアル使いまで、あらゆる使い方ができるという感じですね。 ちょっとね、せっかく今触れたんで、合わせて触れておくと、今期のね、新作としてはこの今ご紹介したライトグレーなんですが、この裏機のね、ファビオも、もうちょっと冬が進んできて、寒くなってきたら結構重宝するかなというふうに思います。こちらの方が、保温性は高いモデルになります。グレーとね、ベージュがありますね。で、例えばこっちもね、もうちょっとアクティブにって感じであれば、こんな感じで着ることができます。まあ、シャツ合わせだったり、 アウター合わせだったり、あとうちで作ってるブルゾンですね。こういった合わせとか。いうのも売っていきます。足元スニーカー。あとファビオシリーズで言うと、本当にもうビュンビュンのジャージがいいんだって方、ウールライクとかじゃなくていいんだって方には、こういうファビオもあります。これもシルエットは一緒なんですが、ジャージ素材を使ってるので、どちらかといえばよりこうストレッチ性が高いですかね。 でも、ウールライクな見え方とは全然違うので、使い方も若干変わってきますけど、黒なんでね、そこまで違いはわからないかもしれませんけども、これはジャージ素材でかなり伸びる素材で作ったファビオになります。これもシレットは一緒です。こちらも、ま、ほんと綺麗めにポロシャツに上にジャケット着てって合わせても全然問題なく着ることができるので、便利かなと思います。はい。というわけでね、色い々ろいろファビオ他のものを紹介してわかりにくくなってしまったんですけども、今季の新作としてはこちらのね、 あの、ウールライクに見えるライトグレーのファビオ。これがね、えっと、今ぐらいから、冬になってくるとね、ちょっと生地がそんなに厚くないので、若干寒がりの人はきつくなるかもしれませんけど、まあ、今ぐらいの時期から、関東だと12月ぐらいまで余裕かな。で、また春になったらまた使えますんで、これ夏でもいけんのかな真夏はちょっときついかもしれないですけども、春夏はもう全然使えると思いますんで、まあ、今ぐらいに買っていただいて、ま、いろいろこう使い回し、効くパンツなんで、ぜひご検討くださいという感じです。 はい。というわけで今日の動画は以上となります。いいねと思った方は、いいねの方と、あとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。あと、インスタグラムもやってます。えっと、こういった、ね、着こなしのスタイルとかもね、いろいろ提案していきたいなと思ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Life is like riding bicycle. ハピジュラーで新作出たの知ってます いくつか新作あるんですけども、僕いいなと思ったのはこいつですね。フレームバックの1リットルって扱われて、のがフレームバックで一番小型なんですよね。で、今までのフレームバックの弱点って、やっぱここにこうバーっと入るとこ、この辺が使えなくなっちゃうのが一番弱点で、結構クリティカルなんですよね。水どこで飲むんだよみたいな話になっちゃって。で、この前面に書か,かるやつは結構それが厳しいですし、もうちょっとちっちゃいやつもあったんですけど、それ僕持ってるんですけど、それでもやっぱりこっち側潰れるんですよね。もうまず使えない。 だから、この1リットルだとは使えるんじゃないかなと思って。でね、今日早速買って、このボトルをね、ちょっと刺してみようということで、持ってきたんですけども。なんかね、微妙なんですよね。<laughs> 微妙なんですよね、なんか。がっかり感すごいんですけど、俺の。これのなんか短い版とかあるんですかね。でも、あんま短いとな。そう、だから、そうそう。今日の、だから、行きは結局、これをこっちにして、ここでこう、シンデレラフィットできて、 こう,いうふうにしたんだけど、で、僕はできれば、夏に2本飲みたいんですよね。だからこのボトルがこの大きさのやつなのかな探すとか ?500 ミリぐらいかなこれ620ぐらいなんで。とかやればいいんですけど、まあでも、ちょっとこっちも使えそうな雰囲気が出てきたので、よかったなとは思いつつ、これを入れた瞬間にこれぐちゃってなった時は、かなり今日の朝凹みました。うわ、せっかく買ったのに、みたいな。